つまりステージをやり続ける、歌を歌い続けることの喜びっていうのは、来てる情熱的なその生きようとする人間たちと一緒になってやっぱりキャッチボールをしているようなものでね、やっぱりコール&レスポンスがきちんとできてて、それでコンサートを持続させる喜びっていうのかな、それをきちっとやっていくと、そっちの喜びの方がよっぽど気持ちいいしね。僕の憧れたそのヒーローは重量挙げの三宅選手でありね、そしてそれからカンフーをやってたブルース・リーでありね、そしてまたマラソンランナーで言えば円谷選手、君原選手やそういう人たち、それから裸足のランナーの阿部ね、これも僕の中ではヒーロー、みんなやっぱり頑張ってて命を懸けてる、そういうものが自分の DNA の中にやっぱり注がれてて、少年時代にできなかったその夢というものを生涯かけて自分が一つそれをクリアしていってハードルを超えていきたい、それが僕はね人生の楽しみ方だと、大した玉だぜ女って。
さ輝けに喉仏がきしむ消せた後の質が気に食わぬやりきれなさで今すぐ車を飛ばして空までも飛びて崩れちまった正直さも夜風にでもさらさなけりゃきっと何かが違うきっとどこかが狂ってる頭を泣き虫にながら俺は車に乗り込む息尻のインターから横浜へ突っ走る汚れちまった腹の中がガリガリとうじき上がるパン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 大した玉のず Wow.